ポーランドアメリカラインはアメリカシアトルに本拠を置くクルーズ会社、通称は HAL。傘下にアラスカ全土でホテル業を営んでいるウエストマークホテルズを支配下に置いており、アラスカ鉄道に自社の展望車を連結。観光地では HAL のロゴがついたバスを始終走らせるなど、アラスカの観光業界をプリンセスクルーズと二分している。 1871年2月8日、ロッテルダムで設立されたプラッテロイヒリン合紙会社が母体である。1873年4月18日にアメリカとヨーロッパを結ぶ海運会社、ネーデルランスアメリカンスストームファールとマーツファッペーが設立され、これが公式の設立日となっている。ホーランドアメリカラインの名称は設立当時より使用されていたが、 これが社名となったのは1896年のことであった。数々の船を用いて、オランダとオランダ領東、インドへとの通運、あるいは大陸間の通運で、数多くの人と荷物を運んだが、人の移動が客船から飛行機に移り変わったため海運会社からクルーズ会社へと転身。1989年にカーニバルコーポレーションの子会社となって、 現在に至っている。ランクはプレミアムで、ラグジュアリーほどではないが格調が高い。このため、ドレスコードもカジュアルよりもインフォーマルの日が多い。以前に使った鮮明を、後継性を受け継がせる、他のオペレーターが、鮮明の命名基準がブランドと鮮明が、くっきりと分けるのに対し、すべてレイレイレイガムと融合しているところなど、歴史や伝統というものに関わりを持っているのが、特徴である。 船体も白と濃紺に塗り分ける船内をアンティークや美術品でデコレーションしているなど古き良き遠洋航海時代の客船を意識している。またすっかりアメリカ系の会社になってしまったがキャビンスチュワードを旧オランダ領のインドネシア系に限定するなどオランダとのつながりを忘れていない。活動エリアは世界広域でベストシーズンなエリアをローテーションを組んで回る。 アラスカに強い。以前は数種類のタイプの客船が混在していたが、2010年、現在5万から6万トン級のスタテンダム級、ロッテルダム級と8万トン級のザイデルダム級、ユーロダム級でほぼ占められている。1週間からそれ以上の日程で巡航するので、長い日程を気楽に過ごせるようにと、乗客数を控えめに抑え、プールにはスライディングルーフをつけて、 どの地域でもスミングができるようにと居住性を重視した作りになっている。スタンダードの面積が他社と比較して広めであり、他のブランドではミニスイート以上でしかつかないバスタブが、HAL ではアウトサイドからつく傾向にある。ただし、ブランドを大切にする、あまりにどの船も内装が似たり、寄ったりになる傾向があり、そのため船ごとの個性に欠ける嫌いがある。クローズネスと意訳すると、 カラスの寝床であるが、船の場合には、前方の見張り台になる。展示で HAL は、フォワードラウンジの名称として使われている、エクスプローラーラウンジ低階層に置かれている、小規模なラウンジ。ロイヤルダッチティーが行われる場所になる。ザイデルダムウエステルダムアムステルダム神戸、ポートターミナルに接岸中、アムステルダム2020年3月、ホーランドアメリカラインが所有する。 ザアンダム号船内で新型コロナウイルスの感染が拡大。ザアンダム号は地理沖合からフロリダ州を目指したが、パナマ当局からパナマ運河の通行を却下されて身体極まった。行き場の失ったクルーズ船の存在は話題となったが、同月中にパナマ政府が人道的判断から通行を許可、フロリダ州に向かうことができた。アルバート J スクンダービーク、アンアウトラインオブザ・ヒストリー・オブ・ホランドアメリカラインパート1、ホーランド・アメリカライン、2013年12月8日閲覧。選手は、オランダ政府、選手は、オランダ政府、クルーズ船で4人、死亡、138人に、インフル様症状入港拒否でパナマ沖に停泊。AFP、2020年3月27日閲覧。 クルーズ船に通行許可パナマンガ当局。2020年4月3日閲覧。ありがとうございます。